メゴは葵が大好きらしい。俺も葵は気に入っていたが、それからはライバルになった。可愛いメゴを渡してなるものか。にゃ、痛いにゃ。まったく葵は石頭だにゃ。変なこと言ってないで行くにゃ。いや、行くぞ。どこに行くんですか？俺についてきな。先輩、女の人が苦手で触られると発作が起きちゃうはずなのに。なんで俺が猫になってるんだ？そうだ、裏門であいつと待ち合わせしてるんだった。とりあえず急がねえと。にゃあ、いつどこに。時間に遅れるやつじゃないし、俺が遅れてもすぐ帰るようなやつじゃない。ね、猫が落ち込んでる。どうしたんだよ。お前は小林満。なんだよ、腹減ってんのか。違う、俺は真田葵だと言っている。チョコしかねえけど食う。メゴから俺の匂いがする。これでメゴは俺のものだ。だから今から俺とここで子作りしよう。今から俺とここで子作りしよう。今から俺とここで子作りしよう。子作りしよう。子作り。子作り。